皆さんこんばんは。ここは新文字インターです。もうおなじみなんですけどね、今日はね東京に向かいますよ。東京とか横須賀ですね、横須賀行きの船に乗ります。おなじみでございます。ということで今回は新文字から横須賀行きのフェリーに乗り、最終目的地は新潟県の佐渡島なのですが、その途中で栃木県を経由していきます。栃木県の西側は2000メートル級の山々が連なっていますが、これらはすべて火山活動によってできたものです。太平洋の沖合で沈んだ海洋プレートが地下の熱と圧力でマグマに変わり、ちょうどこの辺りで噴出をし始めます。このような火山の列の最前線を火山フロントと言います。今回はこの火山フロントが作り出した岩石、化石、そして温泉を回ります。それではまずは新門司港から東京九州フェリーに乗船します。よろしくお願いします。で、横須賀に行くのはいつものこととして、じゃあどこに行くのかという話ですが、今回は佐渡島が最終目的地です。まあでも佐渡島に行く前にね、横須賀から新潟に行って、新潟から船に乗るので途中で、栃木とかねその辺を見ていこうと思います。ではまずはね、船に乗りますよ。横須賀行きの船に乗ります。ただいまの時刻は10時半ぐらいかな、夜の10時半ぐらいなんですけど、11時45分に船が出ますんでね、11時45分発の船に乗ります。で、今日もまたソレイユですね。毎回ソレイユなんですよね。はい、6番のレーンございますので6ですね、こちらお止めください。はい、わかりました、はい、では今日乗るソレイユです。じゃあちょっと乗船待ちですね。今は QR コードになったので乗船手続きもいらないし楽なもんですよ。じゃあちょっと待っときましょうね。ということでバイクを止めてますが、またこれですね、ソレイユですよ。毎回これだな。たまには違うのに乗りたいけど、ちょっとここで待っておきますね。では乗船ですね。今10時20分か、10時20分に乗船開始です。ちょうど予定時間通りですね。ではワクワクフェリー乗船タイムです。これ楽しいですよね。ではバイクがずらっと並んでいますが、じゃあソレイユに乗船ですよ。新門司から、横須賀行きの船ですね。船籍は小樽です。小樽船籍なんですよね。では乗船です。これはねやっぱ毎回乗るのは楽しいですよね、船に乗るのが。はい、はい、じゃあ乗船完了です。では無事に乗船をしましたので客室の方に向かいます。では客室ですね、お客様入り口から客室に入っていきます。もうね乗り慣れましたけどね、このソレイユも何回目かな、もう5回ぐらい乗ってるんじゃないかな。毎回同じ船なんですけどね。もうこの乗り慣れた船ですよ。いいですね、出港してますよ。では新門司港を出港です。横須賀までほぼ丸1日の旅の始まりです。こういう船内なんですけど、このエレベーターがねまた面白いですよね。スケスケのエレベーターがあるんですけど、こういうホールになっています。これはねやっぱ綺麗ですよ、乗るたびに思うけど。でフェリーといえばビールを買って飲もうとしたら、視聴者の方が2名いらして声をかけていただいたので延々とお話をしてしまって、翌朝というかお昼前なんですけど、目覚めると台風接近の影響でかなり揺れています。二日酔いと船酔いでめちゃくちゃ気持ち悪いです。とてもレストランで食事をする気分ではないので、カップ麺で朝兼昼ご飯を食べました。海鮮が嫌いなのでエビが入っていない安定のカレー味です。これね、船が相当揺れてるんですよね、今。分かりにくいでしょうけどね。あれは、伊豆大島かな。島が見えますね。これね、分かるかな、結構うねってるんですよ。台風が来てるからね。気持ち悪くて、もうずっと寝てました。じゃあちょっともう晩ご飯は食べましょうかね。いやね、揺れててちょっと気持ち悪いけど、晩ご飯食べよう。ということで海を眺めながらディナーです。僕のおすすめはこのビーフシチューです。ホロホロの牛肉が美味しいです。食事も食べ終わったところで、いよいよ船は東京湾に入り横須賀港に到着です。カラオケルーム気になるけど、もう下船です。じゃあ一番最後ですわ。では下船します。ソレイユね、ソレイユを下船して横須賀港にやってきました。わあ、やっぱりなんか軍艦が止まってますね。今日はですね、もう横須賀に泊まります。本当はね、夜のうちにもうちょっと移動しなきゃよかったんですけど、なんかもう移動するのも夜暗い中ね、したくないなと思っちゃったんで、よくよく考えて暗いうちにしといた方が涼しいですよね。では横須賀のもう町に泊まります。では横須賀でございます。あんたあの子の何なのさ。でもうここから6分か、6分ぐらい行ったところに宿があります。でもやっぱり町がねアメリカンですよね。
で、ちょっと横須賀の町の外れなんですけど、町の外れに宿を取ってるんで、ちょっと横須賀の町に泊まってみたいと思います。で、すごい裏路地なんですけど、この辺が宿なんですよね。これだな、この右でしたね。この辺かな、ちょっとこの辺に一回止めとこう。で、どうするかちょっと聞いてみます。到着。ということで、今日ここに泊まってるんですけど、このホテルハーバーね。ちょっとここから、横須賀のね、ここ街の外れの、なんか隣駅みたいですね。隣駅の塩入りという駅のあたりです。ちょっとお腹が痛いんで、ちょっとお腹の薬を買います。胃腸薬ね。あれが塩入り駅か。で、塩入り駅の、この海の方に、どうやらイオンがあるらしいんで、ちょっとイオンに行って、薬を買います。まあ、ビオフェルミンでも買ってきゃいいでしょ。ちょっとバイク乗っててお腹が痛くなるのは結構まずいんでね。電車が来ましたね。あれは京急かな、京急のこの久里浜に行くやつかな、久里浜に行くあの電車が来てますね。で、こちらがその横須賀のイオンです。なんでイオンの紹介をしてるのかよくわからんけど、まあでもあの洒落た街というかね、綺麗ですよ。まあ時間は夜の9時半ぐらいですけど、まあまだまだ軍港ですからね、24時間動いてる街なんだなという感じがしますよ。ということで、夜の横須賀はね、まあ、初めて歩いていますが、いいね、いい雰囲気の街ですよ。誰もいねえ。まあほとんどのお店がね、もう9時ぐらいに閉まっちゃうみたいなんで、で、食料品売り場だけがどうやら10時まで開いてるみたいですね。もう誰もいない、まあ、ちゃんとね、スーパーコーナーはやってましたんでね。イオンでお買い物しましたが、当然ここではね、そういや薬は買えないですよね、残念で。さっきね、あの歩道橋を渡ってこのイオンに行ったんですけど、もうそこが海なんでね、ちょっと海を見てみましょうか。港町横須賀ですからね。港の横浜横須賀、いい感じですね。あそこにはね、映ってるかな、もうあんまり映ってないかもしれませんが、そこにのっぺりした軍艦が見えますかね。あー、でかい船がいますよ。さすがやっぱり軍港ですね。ということで、まあ、横須賀の港がこうやって横に来ればね、こうやって見られましたよ。まあ、ちなみにあとこう昼間に来ると、この軍港巡りといって、軍港を船で巡ってくれるのがあるんですね。この塩入り桟橋からぐるーっとこう回ってくれるみたいです。あっちがやっぱりあれなのかな、この海上自衛隊の施設があるみたいですね。この向こうの方です。だからさっきちょっと船が見えましたけどね。そちらの方がどうやら自衛隊の施設があって、この右手の方ですね、この右手の方がどうやら海兵隊、アメリカ海兵隊のものらしいですよ。海軍ですね。で、今日のお部屋は、まあ、一応シングルなんですけどね、なんかやたら広いですよ。このベッドと一応ソファーがね、ドーンとあるんで、まあ、ゆっくりできますね。それではとりあえず今日はここで寝て、明日栃木の方に向かいます。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。ここは横須賀でございます。今日はですね、もう栃木まで一気に行っちゃいます。東京都内はね、暑いでしょうから、東京都内は一気にこの朝涼しいうちに通り過ぎていきます。今の気温はね、まあでももうすでに30度近くあるんですけどね、まだ30度下回ってるぐらいですね。じゃあこちらから高速に乗っていきます。軍艦がいますよ。昨日見ましたけどね、軍港ですね、横須賀は。で、この三浦半島は全体的に古い堆積岩がいっぱい出ている半島です。まあ、三浦半島もね、ちゃんと回りたいんですけど、ちょっと今回はもうさっさと北に抜けてしまいます。お、いっぱい軍艦が見えますね。ではここから一気にね、宇都宮まで向かいます。宇都宮のね、大谷石と書いて、まあ、大谷さんじゃないんですけど、大谷石ですね。さあ、大谷石とは何なのか、まあ、すごいとこなんで、ちょっと行ってみたいと思います。それでこれはなんだ、横浜ベイブリッジかな、このランドマークタワーですよね。ランドマークタワーがよく見えました。あ、これは立派な橋ですよ。うん、横浜ベイブリッジって書いてあります。ではこの横浜越えてね、東京も越えて宇都宮まで向かいます。宇都宮のあたりまで行くと火山がいっぱいあるんですね。群馬栃木の北の方っていうのは火山だらけなんですけど、その火山が作った凝灰岩ですね、火山灰が固まってできた凝灰岩の大谷石というのがあるので、その大谷石を見に行きます。続いてこれはお台場かな、お台場にやってきました。いいね、なんか東京観光がこの湾岸線走ってるとできるからね。ではこれは荒川の河口かな、荒川河口で
ここから常磐道方面に行くのかな。ここ左ですね。荒川沿いに進んでいきます。スカイツリーが見えるわ。ちょうどこれは5月に走ったのと同じコースですね。昼間走るとやっぱり景色がよく見えて面白いですよ。この辺りは実は低地なんですけど、あの武蔵野台地ね、あっちに高いビルがいっぱい建ってますけど、あの高いビルが建っているところが武蔵野台地、台地の上で、でこっちは下町なんですね。台地の下の下町です。あでもいいですね。なんかこの上から見る東京というのもなかなか面白い。では東北道でね、宇都宮方面に進んでいきます。まあ、とりあえず今日は大谷石と、あとは塩原ね、那須塩原に行って温泉に入るというね、そういう予定にしてます。で明日新潟に向かって、新潟から、佐渡島に向かうというね、そういう予定です。それで4キロ先渋滞19キロってやばいな。19キロ。まあやっぱこれ夜のうちにね移動すべきでしたね。まあやっぱねこうなるんですね、この渋滞ですよ。これは大変だ。では利根川を渡ります。もう完全にこの辺は平野ですね。でこの利根川はもともとここを流れていなくってね、実は南の方、東京湾の方に流れていました。それが江戸時代にこの流れに変えられたんですね。では群馬県に入ります。群馬です。群馬のね日本一暑い館林です。まだ時間は今9時40分なんで、まあ暑いとは言ってもね、今34度か。止まったら地獄ですよこれ。じゃあ栃木県に入りました。今さっき渡ったのは渡良瀬川か。渡良瀬橋、というのはさておき、景色が全然変わったと思うんですけど、山だらけでしょ。火山ですね。で火山が近づいてきたから、この辺りでは火山灰が積もっているんですが、その火山灰の積もってできた石が大谷石です。では鹿沼インターで降ります。宇都宮市街方面ですね。もう大谷石はここからあとどんぐらいかな、10分ぐらいかな。なんか ETC ってね、なんか一つだけやたら混んだりしますよね、こっち空いてるのに。では大谷方面に進んでいきます。何なんだこの宇都宮市か、先生が2人いるよ。それにしても暑いですね。あ、餃子か。餃子のミンミンの鹿沼店っていうのがあるんだ。ミンミン有名ですよね。一回行ったことあるけど。でいよいよね山がいっぱい迫ってきましたが、この向こうが火山がいっぱいあって、赤城山とかねその辺もあるわけですが、大谷石というのは凝灰岩で、かなりねあの隙間がいっぱいあるんですよ。隙間がいっぱいあって、まあ、軽くて耐火性があるということで、そういう意味でね、あの日よけの石として使われてたんですね。でその大谷石が取られていた地下の採石場があるんで、ちょっとその採石場を見に行きます。ではここ右ですね。右に行って大谷資料館方面に向かいます。うわーめっちゃ混んでる渋滞でめっちゃ死にそうなんですけど、この左に見えるこれね、ほらいっぱい穴がポコポコ開いてるんですけど、あれがねあの火山灰が湖の底で水平に積もってきた大谷石です。ちなみにその湖に積もった後ね、だから湖にこう水平にこう積もっていったんですけど、その水平に積もった後にちょっと傾いています。積もった後に傾いたわけですね。その層が見られるはずなんで、ちょっとねその地下のダンジョンに行きたいんですが、これいつまでかかるかなこれ。おおすごいな、これいっぱい切り出してあるんですね。これあの切り出したのみの跡がね横に筋がありますけど、これがあの隙間のある凝灰岩なんで耐熱性があるんですね。あの火を受けてもなかなか熱くならないというかね、まあ、あの空気の層があるんで、その分あの火除けに使われるということで結構重宝されてたらしいですよ。まあ、渋滞がひどすぎるので降りましたけど、この向こうに大谷石の資料館があるんでちょっと歩いて行ってみます。でこの右に置いてあるこの岩、これも大谷石ですね。これ火山灰が積もって湖の底で積もってできたんですけど、この穴がボコボコ開いてるでしょ、これであの耐熱性があって江戸時代にこれを切り出して使ってたんですね。じゃあちょっと資料館を見に行きましょう。おお、こっちにもいっぱいある。これが大谷石です。火山灰が積もってねこうボコボコに穴が開いてます。こういう感じなんですよ。めっちゃ駐車場が広いんですけど、この左側が全部この大谷石ですね。火山灰が積もっています。でどこなんだろう、この採掘採石場がね近く掘ったところがあるのでそこまで行きます。自動販売機が大谷石になってます。掘ってますね。この立派な大谷石なんですけど、これねなんと入場待ちがこんなに並んでる。マジか。中に640名いて中は15度らしい。早く帰りたいですね。涼しいのはいいんですけどね。これが大谷石ですね。
ほら入っていくまでの渋滞がここもあるんですよね。まあ飲食禁止と校内禁煙はいいとして、なんかダンスとかね、そんなする人いるのかな。これはすごいわ。ちょっと涼しいし、この周りが全部大谷石なんですね。これがあの凝灰岩です。でこの大谷石というのは1500万年前の軽石の凝灰岩なんですね。軽石と灰が積もってできた軽石凝灰岩です。まあ、大体あの流紋岩とか泥砕土質なんで、こうやって白っぽいんですね。これすごいですね。この横の筋はこれ切り出した時の溝でしょうけど、この辺りは1500万年前の火山活動によって火山灰とね、あとは軽石が積もってできた軽石の凝灰岩です。ここに説明書きがあるんですけど、まあ、手掘りの跡というのがねあるらしいんですが、ちょっとあんまよくわからない。まあ、ともかく昭和34年までは手掘りによって採掘が行われていて、天井付近に見られる壁の縦線模様は手掘り時代のものらしい。暗くて見えない。あとはここにもう一個説明書きがあるんですけど、味噌の層というのがあって、大谷石というのはですね、この綺麗な石の層と、あと味噌と呼ばれる茶色の、これ茶色の層は何かというと、変質した凝灰岩があるんですけど、これはねあんまり使い物にならないんで、この茶色い層を避けて掘るということですね。味噌の層を残して綺麗な石の層だけを採掘できるように、こうやって縦にねこう掘っていったんですね。なんだこの割り箸と思ったら狩矢崎処方の作品でした。失礼しました。いやでもこれは高さもめっちゃあるしね、まあ、暗くて見えないけど、こういう感じです。ここねなんか不思議な模様があるんですけど、こういう機械彫りの跡らしいですよ。これによってこの模様ができてるんですね。機械彫りの跡です。大谷地区では昭和35年に採掘が完全に機械化されました。壁についた縦の溝は丸残式平場採掘機で切り出した機械化初期の掘り跡です。手掘りの跡はそれ以前についたものです。あ、これがねだから機械掘りの跡なんですね。採石本数は、手掘り時代は石の切り出しから仕上げまで1日に加工できる本数は、これ何、50石かな、で1人当たり10本ほどでした。石を1本掘るのに4000回もつるはしを振ったと言われています。機械化以降は1日あたり1日50本ほど加工できるようになりました。あ、じゃあ5倍になったわけね。これはすごいな。すごい空間ですよここ。こんなに人がいっぱいいてもね、余裕ですからね、この高さで。この白い凝灰岩の中に、これ軽石の凝灰岩で流紋岩質なんですけど、その中にこの茶色いのがあって、これが味噌と言われてるやつです。この味噌というのは何かというと、変質した凝灰岩、だから熱によってねちょっと変質してしまっていて、まあ、あの石材としてはあんまり使えないやつです。だからこれのないところを頑張って掘っていってたわけですね。で、まあ、この見事なね壁なんですけど、ここ天然の冷蔵庫と書いてありますけど、年の平均気温が7度らしいです。意外とねこの上下はあるんですよね。このグラフが書いてありますけど、夏はまあ大体12、3度ぐらいですけど、今日15度だからやっぱ暑いんですね。今日は一応13度と書いてあるけど、この温度計を見てみると、ああでも意外と15度ぐらいかな。うん、15度ですね。やっぱりここにはなんかドンペリのエンブレムが置いてある。98年なんか置いてあるんですよね。これは掘った石を釣り上げるために使ったモーターウィンチだって。でこれ暗くて見えないでしょうけど、これがあの機械彫りのね機械ですね。なるほどね、ここから外はもう見えるんですよ。そこがもう外です。だからもうここからね、もう地表はすぐそこだということです。これ石の花っていうのがあって、塩分らしいですよこれ。本当だ、石の花いっぱいついてますね。ということで、ここからもう地表ですね。地表の方に上がっていきます。残念なの、ここからまた暑くなりますよ。なるほどね、この辺の作品がここで撮られましたってことで、仮面ライダーとか勇者ヨシヒコとか撮ってるんだ。なるほど。であっちが資料館で、まあ、入り口がねそこからこう降りていけるんですけど、こっちに滝があります。愛の泉だって。あーでもいいね、気持ちがいい滝です。いやいいですね、この大谷石のこの絶壁の下に石道路が置いてあるんですけど、これもやっぱり大谷石製ですね。どうかなこれ、あらこれ大谷石じゃないかもしれない、これ花崗岩だわ。これは花崗岩ですね。あでも上はどうだろう、これは花崗岩だな。
あっちも花崗岩かも。あらあら、意外と大谷石じゃないかもしれない。よかったかった。これは多分大谷石ですね。この味噌が見えますけど、凝灰岩です。ちゃんとあってよかったね。ということで大谷石資料館でした。これ砂利で降りるの怖いな。これすごい渋滞ですよ。では大谷石資料館でした。こっちにもいっぱい大谷石があっていいですね。軽石の凝灰岩ですよ。ではここから塩原の方に向かいます。塩原の方でなんか木の葉の化石が見られるらしいんで、木の葉の化石を見に行きます。こちらは堆積岩です。で今日光街道に入りました。これいい道ですね。これは鬼怒川かな。鬼怒川を渡ります。あ、なんか釣りしてる人がいる。いや、いっぱい釣りしてる。湧水の町塩屋へようこそ。まあ、あっちに見えるのは火山だからね。多分火山で、火山の下を通ってきた水が来てんだな。でも今から見に行くのは堆積岩です。この右手にずっと高いところが続いてるんですけど、これなんだろう、溶岩流かな。多分溶岩流のような気がするな。溶岩流が作った高台ですね。ここに看板が出てますね。この木の葉化石園に行きます。あと20分ですね。ここは道の駅湯の香塩原、まあ、塩原のあたりにやってきましたが、ここからね塩原方面に上がっていきます。あー、でも木漏れ日の綺麗な道だ。気持ちがいい。お、川が綺麗。これなんだろう、安山岩かな。灰色っぽい岩がいっぱい落ちてる。で、その塩原の木の葉化石まであと10分です。おー、いいね。川があって、そこには崖が。おー、いいね。あれなんだろう、白っぽいね。流紋岩か安山岩か、そんなんでしょう。日光国立公園、いいね。国立公園にやってきました。この辺はやっぱそうか、火山かな。で、川遊びをしてる人がいっぱいいる。塩原の温泉街かな。この旧街道がそこを通ってるみたいで、古い町並みが残ってますね。で、そのこの右手のこの古い町並みのちょっと上に、その木の葉の化石がいっぱい積もってる堆積岩のエリアがあるらしいんで、ちょっとそこに行きます。じゃあここを右に行って、化石の方向、木の葉化石園に行きます。マニアックでしょ。あったあった。この看板のまっすぐかな。ありましたありました、これです。木の葉化石園です。じゃあ化石を見に行きましょうね。空いてていいね。ということで、この木の葉化石園にやってきました。マニアックでしょ。いくらかかかるのかな。ちょっとあちらで入場手続きをしてちょっと見に行きましょうね。ということで、そこに駐車場があって、駐車場から今こっちに来てるんですけど、この辺りはですね、これ説明書きにあるんですけど、数十万年前まではこの辺りは湖があったと書いてあります。その湖の そこに溜まっていたものが死骸が積み重なり、あとは粘土のような火山灰に覆われて、このように化石ができたんですね。だから火山と堆積岩とね、両方あってこうなってるわけです。で、これこれ、この廃石と書いてありますが、今から数十万年前、塩原に湖がありました。その湖に周囲の山から川によって砂や泥と一緒に木の葉も運ばれてきて、湖の底に静かに積もってできたのが前面に見られる地層です。これね、こういう溝の中で、こう湖の中で水平に積もって、その後ちょっと傾きながら隆起をして、これちょっと傾いてるんですよ。わかるかな。これが垂直です。だからちょっとこう右側が上がってますけど、この隆起をするときにちょっとこう傾いて上がってるんですね。で、この化石が200種類見つかってるとか書いてありますが、そうなんですね。この湖の底で溜まったものです。で、こっちには実際に見つかった木の葉がいっぱい置いてあります。だから数十万年前の植物ってことですよね。結構置いてあるね。ここに等高線の図がありますけど、この川の中が全部湖だったんですね。塩原化石湖と書いてあります。ここに湖が昔あったんですね。で、まあこういういろいろね、葉っぱ、シダとか、ここにはカメムシとかあるんですけど、カメムシね。まあともかくね、この塩原は30万年ぐらい前まで、新生代第4期、宝石生中期は、緑の山々に囲まれた美しい湖水でしたが、塩原火山の噴火により埋没し、で塩原化石湖になりましたと。火山で埋没してしまって、この化石が一気にできたんですね。いっぱいありますよ。これは何だろう、トンボか。へえ。ちなみにあと地質的なこともいろいろ書いてあるんですけど、これいいね。栃木県の地層って流れるんですけど、栃木県の両側に足尾山地と、これなんていうのかな、闇蔵山地って読むのかな。なんかこの2つは同じ地質で、こうやってくぼんでるんですね。
あ、こういう構造になってるんだ。だからこの両側とこの両側とで同じ地質が見られるんですね。なるほどね。これ恐竜の卵だって。この辺りはその堆積岩とね、あとは、まあ、あの火山もあったってことなんで、いろいろ石が出てくるみたいですけど、これ黒曜石、これ産地ブラジルって書いてあるんですけど、まあ、ブラジルで採れたやつだね。二酸化ケイ素が多いこの流紋岩ね、流紋岩のマグマが急に冷えてできるのがこの黒曜石です。まあ、ガラス質になってこうやってピカピカするんですけどね。これは黒曜石です。あ、黒曜石もこの辺で見つかるのかな、ちょっとよくわからんけどね。あそこではね、化石をなんか発掘できるみたいですよ。では木の葉化石園でした。もう宿がこの近くの温泉なので温泉に泊まります。いやでもこの辺りはね、ずっとだから昔は湖だったんですよ。でそこに火山灰が積もって、さっきの化石がいっぱい埋まってるというわけですね。では宿に向かいます。この辺もやっぱりその塩原火山の影響で安山岩がね、いっぱい落ちてますよ、河原に。おお、安山岩がいっぱい。なんか天気が悪くなってきたな。ここかな、これですね。今日泊まるのはこの本陣という宿です。じゃあここに泊めます。砂利か到着。本日の宿はこちらです。この本陣というね、すごいいいでしょ、いいとこです。ここに泊まります。でこちらがお宿の中です。まずは汗びっしょりなので温泉に入りましょうね。では温泉に入ります。これ pH7.4、まあ、割と中性か。こういう温泉でございます。貸し切りですからね。いいじゃん、あと貸し切りで入れるんですよ。源泉かけ流し、いいですね、いいお湯です。温泉に入った後はお宿で晩ご飯を食べます。前菜も洒落ていながらめちゃくちゃ美味しいです。あとは日本酒の飲み比べセットを頼んだのですが、正直どれも美味しいし、飲んでいるうちによくわからなくなってきました。3つあるけど全部透明な、これがテンタカって読んだから、テンタカね。うん、魚は炙ったイカでいい。まだでかい皿がね、すごいよ。かつお節が美味しそう。これは茶碗蒸しです。これもまた美味しいです。これはグラタン、チーズがトロトロで美味しい。そしてこちらはトンテキ、また洒落ていて美味しいですね。最後にはトウモロコシ入りのご飯とハマグリのお吸い物です。巻き貝ではないのでギリギリセーフです。というか海鮮嫌いなのにちょっと美味しいとすら思いました。最後はデザート付きです。有朝食付きで1泊1万5000円ぐらいだったのでかなりお得だと思います。ということで本日はここまで。次回は福島県の磐梯山を経由して新潟の佐渡島へ向かいます。磐梯山は火砕流が何層も積み重なった成層火山なのですが、崩れやすく何度も山体崩壊を起こしています。この崩壊した時の岩石の雪崩があちこちに押し寄せて特徴的な地形を作っています。まあ天気が悪かったので景色は期待しないでくださいね。磐梯山を見た後は新潟港へ向かい、佐渡島の両津港行きの船に乗ります。ということで次回、雲に隠れた磐梯山と佐渡汽船、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。では新潟港を出港です。